いやー、タケル選手負けちゃいましたね、マジで。ちょっと有明アリーナから失礼するんですけど。いやー、マジでめっちゃいい試合だったけどな。めちゃめちゃいい試合だったんすけど、まあ判定でユナギマスだったんで。いやー、でもなー、めっちゃ、いや、僕はタケル選手行ったかなって思ったんすけど、いや、あの1ラウンド2ラウンドはまあ確かにスーパーレッグだなと思って、スーパーレッグがめちゃくちゃローキックを蹴ってて入れてても、普通の選手だったら絶対もう2ラウンドの時点立ててないぐらい、やっぱタケル選手はそれでも立てるんで、やっぱ特別なんで彼は。で、まあ1、2は確かにスーパーレッグ選手だったんですけど、まあ、3ラウンドね、あのもうラッシュがあって、 K1 時代よく見たあのラッシュで、いや、もうこれ来たかなって思ったんすけど、負けちゃいましたね結局。いや、でもな、結構3、1、2取られてたとして3は絶対取ってるんですよ。で、5ラウンドもクリンチしかしてないんで、スーパーレッグだから1、2スーパーレッグの3号だけるだから4が取られてたのかな。いや、でもそういうルールじゃないんだっけ。ちょっとごめんなさい、ちょっとワンのルールをね、キックのワンのルールあんま把握してなくて。そうですね、以上、俺たちはファミリーだ。